世界には不幸にして病気や事故などで自身の手を失ってしまった方が300万人ぐらいおられます。でこれらの方は義手を使って生活をされるようになります。より良い義手を提供したいというのが僕らの研究の目的です。で近年どういった義手が注目されているかといいますと近伝義手というのがあります。でこの技術はモータータが備わっていてい 握るとか開くといったような簡単な動作を行うことができますで、これどういった仕組みで動いているかというと僕ら人間というのは例えばこう物を握ろうとしたときにまず頭のてっぺんのところで小さな電気信号が生まれますで、その電気信号が脊髄を通って運動神経という神経を通ってで筋に到達して動作が起こりますで、この筋を刺激しているのが筋電位信号です でこの近電信号をこう,うまく利用することができると、えー、義手のいくつかの動作を作り出すことができますでこれは非常に面白いアイディアで、えー、実はこの研究をずっとやってきました、えー、しかしながらまだ十分ではないんですねで世の中には皆さんもご存知の通おり、まあ、本当にたくさんのさまざまなものが存在しますでも今実現できているのはいくつかの動作だけなんです でこの問題を解決するために、えー、僕たちはハンドにカメラを取り付けて、えー、見て考えて動作する技術を開発しています。でこの義手はカメラを使ってこれからつかもうとするものが、まあ、一体何なのか大きいのか小さいのか重たいのか軽いのかあるいはこう柔らかいのかとか、ね、壊れやすいのかと、まあ、そういった情報を認識して それに応じて掴み方を考えて動作します。で僕らは筋電信号を使ってじゃあいつ握るのかっていうそのタイミングを示してあげることによってあとはハンドが考えてで自動的に動いてくれます。で今このご紹介したこの技術っていうのはもしかしたら将来、まあ、単に義手を作るというだけではなくて僕らの身体を拡張するような なんか新しい技術に繋がっていければと考えています。で、この研究を続けていくためには、人間に関する理解、ロボットに関する理解、それから人工知能に関する理解が必要になってきます。で、僕らはこの研究を通してコンピューターの世界のことや現実の世界のことをもっともっと深く理解してこれまでになかったような面白い研究ができればと考えています。<music>